で次も友野さんが10年ぐらい前ですか。そうだね、そうやるとなんか、はい、いや怖いけど、そうなんだよね、9年ぐらい前だね。9年ぐらい前にフォーチュンというユニットをやってた時の、歌で、これはあの今あのパパや鈴木さんの事務所でね、今あのダンサーであのサザンとか人とよとかバックでやってるようなダンサーのプロダンサーの子と、なんかユニットを組んでたんですが、その子が、作った曲で、ね、今回アイナがそのイメージがあってたんで歌ってみたらね、歌わせてもらうことになりましたね。じゃあ次ちょっとやってみましょうかね、はい、これちょっとみんなこんな集まってくれてるしね、はい、今日いっぱい来てるでしょ。来てます、メディアの方もお世話になってますね。じゃあみんなに手拍子してもらわないと、ね、楽しんでもらわないと、はい、マストビーですよ、はいはい、いマストビーってのは何だよ、違いない。以上、はい、拍手始まるまで、あ、手拍子始まるまで始まらないですよ、ね、大丈夫、こんな感じ。えいおらさん、
ろいろ転勤してて、小学校3つ行ってて、山梨と新潟と茨城と3つ行ってるんですけど、そのおかげで人見知りはしないんですけど、今日はなぜか緊張してます。で、そんなことはいいですよね。はい、いいと思いますよ。そう、それで小中とバスケをしていて、高校はハンドボール部のマネージャーをしていて、大学は、建築関係の大学に行ってたんですけど、で、一回就職したんですけども、何を誤ったのか、一回ですね、親に芸能界に行きたいと言って仕事を辞めて、今バイトをしながら、その時はテレビの金曜日の妻たちっていう中井さんの番組とかで、後ろに赤い人いるのご存知ですか、あれに、まあ、何ヶ月か出てたりとかあとは雑誌、アーアーの雑誌の、まあ、読者モデルみたいなことをしてたりとか、歌とは全然関係ないことをしてたんですけれども、まあちょっと、大学生ぐらいの時から病気をしてて、それをきっかけに歌にすごく感動したり、歌詞にすごく共感して頑張ろうって思える自分がいたので、いつかその病気克服して自分が表現する側に立てたらなって思っていて、そう、でも自分なんて歌はもうすごい上手い人ばっかりだしと思ってたんですけど、でもやらないで、まずやってみて、それからでもまた道は決められるかなって思って、だから一旦踏み出してみようと思った時に、ちょっとミクシーというコミュニティのサイトで友野さんと出会って、まあ、1ヶ月ぐらい前なんですけど、こうやって歌う場所を作らせていただいて、そう、すごく今充実した日々を過ごしているという、小学校から今までの簡単な自己紹介だったんですけど、自己紹介で拍手をもらえるなんて、生きてて今までで一番なんか山口百恵の引退セレモニーみたいになって引退しないです。ああ、そうかそうか、今から、ああそうだね、そうです、はい、はい、そう、次が3曲目。大丈夫、足ダンション、そうなんです、ちょっとね、ありがとうございます。ちょっとですね、まあ、私事なんですけど、病院にですね、この前足が動かなくなって、リッコを引いて歩くぐらいになって、病院に行ったら60代ぐらいの骨だよって言われてこのおじいちゃんとおばあちゃんがよくやるストレッチの方を、渡すからやってねって言われるぐらい、どうやらちょっと骨に異常がというか、あまり強くないみたいで。どっちの？右です。右というか、痛みが右に来ちゃってるので。頑張ってもかっちょ。ありがとうございます。今日結構ね、強烈な面々が揃ってるんですけど、大丈夫です、そこもまたいい、はい、すみません、ね、いい、そんな前です、ありがとうございます。すいません、声も通ってるから、はい、ありがとうございます、頑張ります、ありがとうございます。